こんにちは、僕は札幌です。今日は2月の4日ね。私試験が近くてですね、もう今週試験なので東京帰ってさっさと勉強しようと思ったんですけど、でもね、じゃあもうそろそろ帰ろうかなと思って、なんか今日札幌雪まつりやってるらしいんですね。私あれ行ったことないんですよ。なんか別に雪のね像が置いてあるだけでしょ。そんな別に自分でなんか砂場にちっちゃい砂のお城でも作っときゃいいんじゃないかなみたいな、まあ、そんな気がするんですけど、そういうこと言っちゃいけませんね。こう日本を代表するお祭りで、まあ、世界中からというのが分かりませんが、まあ、少なくとも大陸からですね、大勢のお客さんがやってくるような大学祭です。外貨獲得に余念がありませんのでね、自衛隊の方もすごい一生懸命、なんかすごい、まあ、実際なんていうの、こういうこと言ってるけど、なんかそんなすごいのかなって思う一方でかなりすごいらしいんですよ。だから行けば多分感動すると思うんですよ。別に雪祭りをなんかこうディスるような動画作ってるわけじゃありませんのでね。で、それは今日の夜にですね、特に今回は目玉、JR 北海道の路線も走っております。レッドベアの名前で知られる DF200 貨物列車のね、機関車の雪像なども今年はあるということで、あとはなんだ、ラブライブだったか初音ミクだったかどっちか忘れましたけど、なんかその類のね、キャラクターもなんかこう毎年恒例なんだから初音ミクの方かな、そういう雪像とかもいろいろあるそうです。多分それ撮っても著作権の侵害とかで、なんか権利者に訴えられることはないと思いますので、それはまあ遠慮なく撮影させてもらおうと思います。夜までですね、ちょっと時間潰さなければなりません。その様子も全部ご覧に入れようかなと思います。めんどくさかったらなんかどっか適当なところを飛ばしてもらってもいいんですけど、でも札幌の昼間の様子とかね、真冬の2月一番寒い時期なんじゃないですか、その札幌の様子を皆さんにご紹介するというのも有益だと思っています。まず皆さんも気になってるんじゃないかと思いますけど、気温ですけどね、もうねこれね寒くていられないんですよ。大変なことですよ、これはもう、まあ、なんていうの、寒くていられないのは手とあとは耳ぐらいでして、逆に言うとそれらを揃えればなんちゅうことはなく、私のズボンとかですね、この辺とかは全く寒いことはないんですが、それでもこの今日風がついててね、吹いててね、地吹雪ってことじゃありませんけど、でもこう粉雪が飛んでますから、ちょっと早速私最近手袋がなくてずっと困ってたんで、いよいよ買おうと思います。ちなみに知らなかったんですけど、今こんなすごい割引やってるんですよね。2万円以上の旅行をすると1万円の5割引きかよと思うんですけどね、4万円以上で2万円、そんな知ってたのね。私ここまでの航空券だけで往復で5万円ぐらいかかってるわけですけど、なんだよと思うんですが、しかし仕方ありません。ここにツインクルプラザってあるんですけど、JR 北海道のやってる旅行センターですけどね、なんか看板が出てました。中の様子ちょっと撮ると良くないとも撮れませんけど、本日当店で手配できる札幌市内の宿泊施設は軒並み満室になってますみたいな、そんなね看板が出てましたよ。対してね、羽田行きの飛行機は普通に飛んでました。今日は2月の4日月曜日なんで、日本人はね多分あれだと思うんですけど、雪祭りってそれ狙ってやってるのかどうかわかんないですが、中国の春節と被るんですよ。まあ、春節ってのは別に中国だけではなくて、私たち隊員歴を昔使ってた人にとっては、一応馴染みがあるんですが、日本ではそれほど春節を祝う文化ありますのでね。そうそう、札幌駅おすすめショップのご紹介ですけど、東改札口が私の今前方にあるんですが、ここは東改札ね。で、ここに店舗って書いてある、この店舗ですけれど、リトルマーメイドっていうお店なんですけど、こんな感じのね、カリカリスティックってなんかそんな名前だったと思いますが、パンみたいなね、焼いたやつ、これ美味しいんですよ。1本130円って札幌に来た時に大体買って帰りますよ。他にも東京でも売ってるの見たことあるけど、なんか札幌のイメージですね、これは、こんな感じですよ。砂糖がついてるね、美味しそうでしょ。さっき言いかけたことですけども、札幌も含めて、北海道は本当中国人の観光客の方が大変多いですから、だからね、いろいろ話は聞くんですよ。で、全般的なことを正直にそのまま言うと、どこも極めて印象が悪いというかですね、評判が悪く、中国人がどうこうだみたいなこともめちゃくちゃ言われてるんですね。やっぱね、見てて思うのが、非常にその、なんか距離感というか、プライベートスペースとか、そういう感覚がね、中国ってちょっと違うんですよね。なんていうのかな、自分の場所っていう考えがあんまりなくて、なんかみんなの場所というか、なんかここはみんなの場所だから、別に自分のためだけの場所じゃないから、自分がすぐ近くとかにこう寄ってきたりしても全然気にしないし、逆に自分が近寄っていくのも気にしない、なんかね、どうもそういう文化なんだと思うんですよ。昨日もね、専門本線の列車に乗ってて、座席の背もたれ、前の人の座席の背もたれにリュックサックをね、こう下げてる人がいたんですけど、前の座ってる人、ちょっともし嫌だったら、私もね、中国語ちょっとだけできるから、ちょっとそれやらない方がいいと思いますよ、日本ではね、みたいなこと言おうかなと思ったんですけど、前の方の人も全然気にしてなさそうだったんで、私は何も言いませんでしたけどね。多分それで悪いはないんだけど、
ど、知らないというか、日本の感覚と中国の感覚があまりにも違うんでしょうね。そこの受け入れとか、日本ではこういうものなんですよっていうのをこ う, うまいこと対応してもらえるような言い方ができたらいいなというふうに思うんですけど、やっぱ北海道 の,、ね、中国人観光客の数は本当半端じゃないから、乗ってる列車の半分ぐらい中国人だったりするし、あの人たちをなんかこう排斥をするような、ね、考えの人の中にはいると思うんだけど、でもいなくなっちゃったら多分経済に影響出るんじゃないのかな、さすがに。だから私はなんだかんだ大事にした方がいいと思いますけどね、道民じゃないの偉そうな方ですいません。で、主にその中国人観光客の方々だと思われますが、札幌駅のタクシー乗り場にも行列を作っています。多分ホテルにチェックインするか、そういう人たちなんじゃないのかな、わかりませんけどね。タクシーもすごい勢いで来るんですけどね、やっぱり雪っていうのは慣れない人が多いでしょうから、観光で来る人なんかだと。で、手袋も買わなきゃいけなかったんですが、他にですね、まずやっぱお昼ご飯を食べたいと。これもね、今食べたところですけど、お昼ご飯先に何しようかな、ラーメンでいいですかね。最近ラーメン食べてないから、じゃあ札幌に行くんだから、ラーメン。でも札幌ラーメンっていうのはなぜ味噌バターコーンラーメンになっているのか私よくわかんないんですけど、ラーメンでもね、札幌っていう会社があるぐらいだし、なんか札幌といえばラーメンのイメージありますよね。よくね、札幌この間行ったんですよなんて言ってね、ラーメン食べましたなんて聞かれますよ。で、ここのエスター、ビッグカメラの建物ですけど、上のところにですね、ラーメン共和国という大変混んでるところもありますが、私が大抵に行くのは今わざわざね、反対側の南口に出てしまったんですけど、北口の方の味の札幌、違う、味の札幌はあれだ、味の札幌はね、青森にあるラーメン屋なんですね。間違えた、味の時計台かなんかそういうやつね。東京にもあるし、全国チェーンで、まあ、そんな大規模じゃないんですよ、全国チェーンなんで。東京とかでね、それを見かけると、なんだ札幌で食べたやつ東京にもあるじゃんなんみたいな、そんな話になるんですが、まあ、よく考えりゃね、味噌ラーメンだって全国にあるじゃないかと思いますので、札幌でラーメンを食べた、あ、ラーメン美味しいな、そんぐらいでいいんじゃないでしょうかね。で、札幌に行ったからって味違うってことないでしょ。富山のブラックラーメンとか違いますけど。食べてすっかりあったかくなりましたね。で、食べてる間にですね、まあ、食べてるだけだとちょっとこう他にやることがないんじゃもったいないんで、なんか調べようと思って携帯電話をいじりながらね、食べるという行儀の悪いことをしたんですが、札幌ラーメンっていうのは私バカにしてましたけど、味噌ラーメンっていうのは札幌が発祥らしいですね。すいません、そんなことも私知らなかったんで。もともと札幌のラーメンの歴史は長くて、戦前から中国人がですね、ここへ来て、すすきのとかその辺りで、まあ、街中であちこちでラーメンを、塩ラーメンみたいなものをね、作って、で、相当普及していたらしいんですが、その後戦争が終わった後に、満鉄から引き上げてですね、戻ってきた人が札幌でラーメン店を作ったのが一番最初なんだそうです。で、そのラーメン店を作って、そこで味噌ラーメンというのを開発したのが最初なんだそうです。今ではね、日本中で塩味噌醤油なんていう風に呼ばれてますけれど、その中のもう当然あるべき3セットの中の一つが昭和29年この札幌で生まれたんだそうでした。これ何、これタワーマンション、あー、札幌際にこんなのあんの、これすごい、すごいですね。で、続きの話になりますけど、あ、そうそう、その元祖の店はね、味の三平というそうなんですね。あそこには関係ないんですけど、味の時計台っていうのは多分それをこうちょっと意識して名前つけたのかな、ちょっと分かんないですけどね、そんなやつだと思うんですが、確かね、上野とかにもありましたね。まあそれはいいんですけど、で、あとはね、もう一個言うことはなんだ、あ、そうそう、その味の三平さんが作った時に味噌ラーメンっていう考えもそこが発祥だし、まあ、他でもやってたと思うんですけどね、もやしをなんか入れるのもそこが発祥だっていうことが書いてありました。バターコーンラーメンについては別にそこが発祥ではないらしいんですけど、少なくとももやしとかいろいろ具が入っている、味噌ラーメンというのがこの札幌の地で生まれた。あ、なるほど、確かに、だからみんな味噌ラーメンを食べるんですね。鳥はこの寒いのにね、裸足で水に入って水飲んでますよ。すごいね、同じ格好で。札幌の気温は多分氷点下10度ぐらい、今日はそこまでは落ちてないと思うけど。で、その低い気温に耐えた、どんな格好してきたかっていうのは多分参考に、ね、なるかなと思いますんで、一応ご紹介しておこうと思いますが、ダウンジャケットの内側にはニューヨークで買ったパーカー、まあ、ニューヨーク製かどうかどうでもいいと思うんですけど、その内側にはですね、なんか最近流行ってますね、こうユニクロで作ってるらしい、ロクが切れちゃった、わかりますかね、こういうこうモコモコしたね、やつがあるんですよ、内側に切る、これ。で、その下に、こういうこう
ワイシャツがあり、これはあのユニクロの普通のヒートテックですね。だから1、2、3、4、この5枚です。これで全くですね、もう1ミリも寒くありません。手は寒いよ。でそれからあのこれズボンですけど、これはあの高校の時にあの買ったですね、まあというかあの高校の制服ですね。これはね、あのすごい厚ぼったい、なんていうの、ウール製でよくできてるやつ。靴下は通常の靴下で、靴もまた全く普通の靴です。特に寒くはありません。で下に履いてるのはこれですけど、あのユニクロのあのヒートテックのなんか極暖とかですごい分厚いやつね。何札幌駅までやってんだって感じだけど、誰も来なくてよかったわ。あ、これ前開けてても別に寒くないけど、手が寒いですね。何回も行ってますが、あの大丸に行きましてですね、手袋を買ってこようかな。大丸って買わなくてもいいんだけど、どこで買えばいいんだろう。あと靴も買いたいんだけど、この靴もあるからな。北海道仕様の暖かい靴って挟まった。もう寝台特急とか降りて札幌でそのまま時間取って買うのが一番いいんですよね。あとは今日の帰りなんですけど、ちょっと予約しとかないとな。札幌から函館方面でいいのかな。いや函館方面じゃない、違う違う、千歳空港だよね。あと言い忘れましたけど、あのバターラーメンの食べ方なんですけど、あのそのままバターをスープに溶かして食べてもね、味なんか分かりませんので、あのバターどこ行ったのかなとかなっちゃいますから、じゃあどうすんのか。あのレンゲの上のこうくぼんでる、まあなんていうの、レンゲの上にですねバターを乗っけて、それにこうその置いてある固形のバターの上にあの熱い麺を乗せて溶かしながら、こういうこう食べるとね、バターラーメン食べてる感じがしますよ。あとあの味の札幌ですけどね、あそこはなんか麺が少ない傾向にあるような気がするんでね、食べたい人は大盛りにしといた方がいいと思いますよ。それから、まあ、ごめんなさい、私がただもしかしたらお腹減ってただけかもしれないけど、あとあのラーメン共和国っていうね、あのさっきお伝えしたあのビッグカメラの中に入ってるやつありますけど、上に入ってなんですけど、あそこなんかいつもめちゃくちゃ混んでるからね、なんか あんまりこう行くべきじゃない。空いてたら行ってもいいんだけど。共和国っていうからね、もう中は殺伐としてますから、ちょっとこんなひらがなでラーメンなんてそんなね雰囲気ではありません。大丸に行ってね、手袋を買ってきました。でもそんないいものじゃないですよ。あの売ってるものの中で一番値段が安いやつをね、あの値段だけ見て買ってきましたけど、あのタッチパネル対応のやつね、そういうやつが欲しかったんですよ。で、これからねちょっと観念して、あの大通公園に一回行ってみてですね、昼間の、雪祭りか、それをね見ようかなというふうに思うんですけど、やっぱこう大丸で買い物してる間に天気変わるんですよね。すっかり晴れましたつっても雪は待ってますけど、もともと札幌駅舎があったところ、このように広場になっていて、お墓の形をした JR タワーホテル、ホテルが下の方、ね、上の方か、下の方はオフィス、一番上は展望台になっています。なんとかステラウンなんとかとかに名前ついてるんですけどね、札幌駅の南口、ここがまあ正面玄関の扱いです。南口からまっすぐ行くと大通公園です。私はまあこれで行ってしまうと思うんですが、除雪もされてるからね大丈夫だと思うんですけど、嫌な人は一駅でも地下鉄を使うか、もしくは地下道がありますので、そのまままっすぐ地下を行くこともできます。旧道庁とその裏に本物の道庁もありますけど、地上から行くとね、大通公園の手前に道庁とそれから時計台がありますんで、そこに立ち寄りながら行くのもいいかもしれません。でもね、寒いとそんなやる気なくなりますからね。まあ、私はもう万全になりましたけど、札幌市民のね、ちょっともね寒くなさそうにトレーナーとかで、いやめちゃめちゃ寒そうだった。なんかあれらしいですね、あの北海道はどうか知らないんですけど、東北地方とかで学生服を着て歩いてる人が多くてね、あの、まあ、学ランの上に上着を着ないって人が多いみたいなんですけど、それなんで着ないのか、寒くないのかなと思ったらね、寒くないんじゃなくて寒いんだけど、あの上着を着るとなんかかっこ悪い、ダサいから、だから着ないっていう、なんかそういう慣習があるらしいんですね、前に聞いたんですけど。まあそれ別にね、着る着ないは本人の自由だし、その価値観はご自由に発揮してもらいたいと思うんですが、私としてはね、あのそこでかっこよさのために痩せ我慢をしている光景が一番かっこ悪いように私には見えますけどね。これが大通公園か分かんなかった、なんかいつもと全然様子が違うから、植物が枯れ果ててるからっていうのもありますけどね。あそこに気温が出てますけど、氷点下2度だそうで、そんなに低くないですね。で、雪像ってのはあれか、ちょっとまた風が吹きすさび始めましたんでね、日も出てきたんですけど、あまりに寒いですから、これはちょっとどうですかね、帰りは地下から行った方がいいな。風が吹くともう気温が何度であってもね、寒いものは寒いし、吹かなければ気温が多少低くても何ともないものです。いろいろ屋台が出てましてね、お祭りらしいなと思いますけど、これか、確かに立派なもんだ、思ったより立派でね、こんな大きいんですね。まあ確かに大きいのは知ってたけど、見慣れた札幌の街、
でこういうものが突如出現すると、まあ突如じゃなくて随分ね入念な準備がなされているわけですけど、でも確かに大したお祭りだなと思います。今なんかちょうどそれねテレビの撮影、あれはリハーサルかなんかなんでしょうけどね、やってるようです。これがあれだな、初音ミクだな。右側の人がそうですね、左の人がちょっと誰なのか分かんないですけど、同じ人か違う人かな分かりませんが、楽器を持ってギターなのか別なのかは私には分かりませんけど、北海道の形をしてるんですね。つまりあれか、ギターのこの部分ってどういう形してでもいいってことですね。この部分だけ最低限ありゃ多分演奏できるんでしょうね。そんなことないのかな、エレキギターだったらそうじゃない。雪祭りのお祭りが何たるかについては私存じ上げませんので、ちょっとそれはね後でまた時間が余った時に一回どっかへ引っ込んでおとなしくしてると思いますから、その時にちょっと勉強しておこうと思います。北海道って言えばね、車大とかその辺が多分有名なんだと思いますが、競走馬の産地として有名で、なんと全国の9割が北海道なんだそうです。あ、そんなに北海道なのかと。あの車大っていうのは室蘭線の苫小牧のちょっと南ぐらいにあるところですが、これ札幌競馬場じゃなくてあの JRA か JR は関係ないんですけど、あの旅客鉄道会社とかあのカオス鉄道会社ではないですが、あの競馬協会っていうんでしたっけ、忘れちゃいましたけど、あそこと、それから、JR 北海道のディスリーに提供のある同心の提供で作られた雪像がこれのようです。随分こだわってるんですね、札幌競馬場から雪を持ってきてるんだ。初めて札幌に来た人が大体勧められるような観光地名所、クラーク像とそれから、なんだあれは時計台と旧道庁、その下に競馬場を走る馬の雪像です。大通公園ってまともにまで歩いたことなかったですけど、結構いろいろあるんですね。開拓記念碑、これ以上のことは何も書いてありませんのでよくわかりませんが、札幌だってもともとは開拓地ですからね。フィンランドのなんだ駅前じゃない、なんか宮殿かなんか広場みたいなやつも、ね、ありました。私フィンランドは行きませんでしたから、あんな感じなのかと感想を持つにとどめましたが、で今回の目当てはこれでした。 JR カオスの提供で作られている鉄道、上を見るとまず後期100型と多機何型って言うんでしたっけ、タンク車と中身はこんなものですよ。北海道で採れたものを本州に運ぶところ、青函トンネルを抜ける牽引機 EH800 です。下には道内で主に使われている DF200 レッドベアで、こちらにもまた北海道の荷物それをたくさん運び、今トンネルをくぐってきて、まあ大体そんなところでしょうか。これ見るとあれだな、これエコレールマークだな。上手にかけてるね。JR 貨物、届いた当たり前が届ける喜び、今日も走るネットミルです。床下の空気盤なんで随分よく来られています。もしかするとレッドベアが28日間もかけて作ったんだそうですね。相当多くの人が集まっています。まあそれはこの鉄道のところだけではありませんけど、特にこの辺りは鉄道マニアの人が私以外にもねたくさん来てるように見えます。やっぱ鉄道マニアの人ってね、あの外見でパッと見て分かりますので、あこの人はそうだろうなみたいな方が、でも他のところよりも割合多いかなと思ってね、意識的にちょっと見てみたんですけど、多そうですね。それ2畳だったの、詳しくないので2畳だったって、2畳引っ張ってると鉄道では1畳に住むの。そうです。あそこに簡単なプレハブ建物がありまして、その中で JR 貨物のいろいろ出店、模型とそれからですね、お正月の時になんかになると JR 貨物があのちょっとかっこいいような広告を出してね、よく話題になってますけど、その歴代の広告展示みたいなものをやっていて、小さなあの小荷物取扱所って言っても分かんないか、あの、まあ、ちっちゃななんていうのかな、窓の開いたところからあの物品販売みたいなこともやってましたけど、ただ今日はもう全部売り切れたようです。今日売り切れなのか、それとももう全て日程全日程分売り切れてしまったのか分かりませんが、なかなか JR 貨物のやつも人気があるように見えます。すでにもう見ていただくと分かると思うんですが、この明るい時間帯からライトアップのようなことがなされていますが、夜の暗い時間になると DF200 や EH800 にまたライトを当てて、そのオリジナルのカラーをライトで表現しようということをやるようです。大通公園ってね、幅が 100m くらいあって本当に大きいですから、あの真ん中のこの公園の部分だけじゃなくて普通の歩道ありますので、この真ん中のところはねもう雪だらけでちょっと歩くのも大変だし人もいっぱいというわけですけど、もうこっちに歩けばねすぐ元に戻ってくることができます。だからまあバイパスというか迂回路としてうまいことを活用するといいんじゃないでしょうか。
でですね、あの大通りからまだ南進しまして、すすきの方面まで来ました。大通りから南側になると、まあ、すすきのがもう向こうにあってな、同じようなこと言ってるな。それで、割と雑多な感じというか、庶民的というか、なんていうんですか、あの民間部門、そういう風になってるんですね。大通り側から向こうはですね、札幌駅方面は、まあ、観光庁でして、道庁もあるし、石狩総合振興局もあり、まあ、他にも同心とか銀行とか、まあ、そういった、まあ、あの新聞とかね、あの銀行は違いますけど、まあ、そういうものが並んでおります。あの踊り公園っていうのはもともとこういうなんていうの、民間地のね、あの民有地のところで起きたあのその火事を向こうの方に持ち越さないようにということで、作ったそういう公園なんだそうでして、だからあの幅が広いんですね。なんかね、こういう言い方するとあの庶民のなんていうの、まあ、遊び場が燃える分にはどうだっていいけど、お国の模様が燃えちゃたまらんと、まあ、そういう風な、ね、考えが透けて見えるわけです。まあ実際多分そうなんでしょうね。でもね、さっきちょっと銀行に行って振込の用事とかね、いろいろありまして、なんだかんだ1時間ぐらいあの後かかったわけです。あ、これはあの銀行の振込をやって、それから大通公園の雪像も、まあ、とりあえずざらっと一周して、まあ、大体それぐらいで1時間というわけですけど、まあ、雪像は30分ぐらいで見たのかな。この後ちょっとそこにあるスターバックスで、少しぐらい仕事してからですね、17時からまたライトアップをやるということになっているそうですので、あと45分、まあ30分ちょっとしたら出てけばちょうどいいんじゃないかな。まさかスターバックスの中にもね、昔の札幌雪まつりについての解説がなされているとは思いませんでしたけど、ちょうど薄暗くなり始めて、おお、大丈夫かな。転ぶときは前に転びたいよね、やっぱりね。前だったら手がつけるからいいんですけど、後ろに転ぶとちょっとね、もう痛くてっていうか危険ですから、本当に。もともとは戦争で、やられた札幌の街、それを元気にしようということで、1950年に始められ、地元の小中学生だったかな、中高生だったかな、それぐらいの、学校の生徒たちがですね、作った、そういう雪像が、まあ、そこまで巨大でもないものが、たくさん並ぶ、そういうお祭りだったそうです。雪かきの雪捨て場がもともとこの大通公園にはあったのだそうです。そこにある雪を使っていたそうです。現在はこの雪はですね、大通にあるものは多分使っていないはずで、どこかあの雪の綺麗なところ、なんか石狩湾とかそっちの方に行ってね、あの取りに行ったり、あの雪が少ない時はすごい遠くまでヘリコプターとかで取りに行った時もあるらしいんですけれど、雪の綺麗なところで純白のものを用意しているそうです。夜になってね、空も晴れまして、ちょうどこの時間帯の随分濃くなった青と、北海道ってなんか全般的にそうなんですけどね、この照明がオレンジ色になってるんですが、オレンジ色の照明と随分濃くなった青、もうこれだけでもなかなかいい光景だと思いますよ。別にそれを見に来たわけじゃありませんのでね、大通公園のこの雰囲気自体も大変よろしいのですが、ここでもう一度また大通のところに戻って、さっき一旦ね、あとあのさっき紹介したようにあの外れたところからあのショートカットしてきたわけですけど、あったあった、ライトアップされてる方がやっぱり分かりやすいみたいですけど、が届ける喜び、今日も走るレッドベアプロジェクションマッピングを上映。以上をもちまして、雪の HTB 広場、大雪。
常時白くなるわけじゃないみたいですね。常時赤く、EH800 と DF200 の色がついてるわけじゃないみたいですね。時間によってね、区切って何時から何分か間隔で、その車両に色をつけるということをするんだそうです。車両っていうか、接続か。で、もうそれほどですね、帰りの時間までありませんで、エアポート号の指定席を買っているから、それは6時5分なんですが、するする。接続への色付け方への時間始まるまで、ね、結構待ちましたんで、それでちょっとかかってしまいました。まあそれは全然構わないですけど、そういうわけなんで、多分このまっすぐ札幌駅に行けばちょうどいいぐらいですね。ただね、今日はもうツルツルなんですよ。本当にツルツルしてて、私全く雪対応の靴じゃありませんので、垂直に一歩一歩踏みしめていかないとね、ちょっとこういうなだらかな坂とかも怖いですよ。で、結局ね、途中に地下道の入り口がありましたので、札幌って本当に地下道が充実してるからね、駅前の南口のところからまっすぐ大通り方面まで地下部分でそのまま行けるだけではなくて、でちょっとそこからね、こう前メインにこうまっすぐ行ったところからこう脇道もありますんで、10分ぐらいずっと地下道の中を歩くことができました。急ぐ必要は全くなかったんですけど、ただちょっとね、足が冷たくなっていたんで、それを温めるためにものすごく速いペースで動いたのですが、これでも札幌駅前西改札口に、帰りは7時半の飛行機に乗らないといけませんので、それで予約しましたんで、これに乗り遅れるとちょっと問題なんですが、しかし10分前にはホームに着きましたから、あとはエアポートが遅れなければ大丈夫そうです。で、まあ、正確に言うと15分前ぐらいに改札にはついてたんだけど、まあ、その時にはね、15分前のエアポートがどうも出発した後だったようなので、千歳線も私が見る限りは遅延の状態はないようです。北広島、恵庭、千歳、南千歳、and